人の味。中田村の暮らし。はい、中田です。今日は黒ごまラテを活用した黒ごまプリンを作っていきたいと思います。では本編スタート。はい、いただきます。今日は黒ごまラテを使った黒ごまプリンです。ありがとうございます。じゃ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 ん。いただきます。あ、見てこれ。うん、2層になってる。うん、おいしい。これ2層用のあれなんだ。いや、わかんない。ただ下に沈んだだけかな。あ、そうなの。ごまが、重いじゃん。うん、めっちゃうまい。おいしいね。うまっ。ザラザラ感がたまらない。なんか、食べれば食べるほど痩せそう。白あんと合う。めっちゃ合うね。うん、これ白あん乗っけただけ。いや、白あんと生クリームを混ぜて、白あんクリームにして乗っけた。うまいな、これは。ね。うん、なんかミントとか乗せたりアイス乗せたりしたら、もうちょっと映えるんだろうけど、家にないもので、とても簡単な感じだったんだね。めっちゃ簡単だよ。混ぜて冷やしたら。もうラテも普通に飲んでみたいね。ね。食物繊維、鉄分、カルシウム、ノンカフェだしね。で、なんかこれは、砂糖入ってるやつなんだけど、ノンシュガータイプもあるみたい。1杯分に黒ごま約6000粒だって。鉄分が取れるのはいいね。うん、石はこれはごまの総合メーカーさんだ。あ、へえ。三重県にある、本社が会社があるんですけど、これ砂糖も結構入ってる。砂糖ね、何グラムだっけ。 15g ぐらいだったかな。あー、良さそう。あ、豆乳で作ってもよかったかもね。牛乳で作ったんだよね。あー、豆乳合いそうね。うん、これ何、きな粉も入ってる。入ってるんだ。入ってるんだね。うん、黒ごまときな粉。そう、砂糖きび。なんかくどい甘さがなくてすごくいい。うん、大人の味。なんか白玉とか合いそう。あー、白玉ね。うん、白玉に混ぜて食べるって感じ。白玉ソースを作るから。黒ごまソースを作るから。うん、黒ごまソースを作る。あ、団子みたいなね。これ食べたいね。ね、美味しい。それもやってみようか。なんかあんみつみたいな。黒蜜ぜんざい。あー、これはうまい。うん、美味しいね。うん、完食しました。じゃあいいかな。うん、いろんなレシピのものを黒ごまで作ってみたらまた動画にしますので、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。バイバーイ。パパ、あ、明るくなった。はい、いただきます。いただきます。もう一回やる。うん、あ、落ちるよ。
NCC になりそう。はい。もう偏っちゃったね、完全に。ごま専門。ごま株式、ごまの、うん。ごま株式。まあ概要欄の URL から。うん、またいろんなレシピを使ってみたら。エンディングやり直す。いや、いいんじゃない。なんかめっちゃ噛んでたけど。これはあれだ、NG シーンだわ。めっちゃ噛んでたけど。もう一回やる？いやいやいや。黒ごまプリンを作っていきたいと思います。では本編スタート。OK。よし、完璧。